はようございます。野草筋肉大好きミカです。今からね、タケノコ掘りに行きます。それでは参りましょう。レッツゴー。ただいま、ミカベースにいました。ミカベースから約10分ぐらいのところにね、あのタケノコ掘りできる場所がございます。そこにね、今向かっております。やっぱりね、こういう田舎道っていいですね。すごくあののどかこういうね、のどかな道をね、ゆっくりとね、こう走っていくっていうのがね、まだね、たまりませんな。はい、着きました。ここがね、タケノコ掘り会場となります。こういったものをね、使ってね、タケノコを掘っていこうと思いますので、それではやってみよう。よし、うわ、よいしょ、うわ、すげえ、よいしょ、さあ、タケノコあるかな。去年はすごいたくさんあったんですよ。あ、タケノコ掘りした跡がある、から、結構皆さん取りに来てるっぽいですね。あ、いてて、よいしょ。ああ、でもなんか、去年に比べて全然ないような気がする。っていうか、ない。え、なんで、マジで？ん？よいしょ。ちょっと奥の方まで行ってみます。よいしょ。去年はね、すごいたくさんね、あって、もう本当に取りきれないぐらいだったんですよ。なんだけど、全然ない今年。なんで？あ、やっぱりね、こういうとこ結構ね、あの竹が倒れてたくさん、あのこう枯れた木とかもあるから、絶対に長ズボン履かないと怪我しますね。てか本当にない、本当に全然ないんですよ。なんで？ない。タケノコがない。マジ？嘘でしょ？本当に？一個もないって。去年はここの、あの、地主さんが、もう、タケノコが出すぎちゃって困るから、取ってくれるとすごく助かるっておっしゃってたんですね。だから結構毎年ね、こう出ちゃって大変なのかななんて思ってたんだけど、こんなタケノコ出ない年ってあるの？あ、で、ちなみに、ここのタケノコは、こう結構大きくなっちゃってても、すごく柔らかくて、美味しく食べれるタケノコなんですよ。なんだけど、去年あんなにいっぱいあったのに、今年こんなにないの？嘘でしょ？成長が早いから、その分、あの、取っても多分取りきれないぐらいっていう話だったんだけどそういう話だったんだけど、去年はおかしいな、全然ない、タケノコが全然ないって。こんな年あんの？嘘でしょ。こんなないと思わなかった。
嘘これ、ちょっと待って私何しに来たの今日これ動画になんねえじゃん嘘よいしょ、これ動画になんないよ、よいしょ、重たよいしょ、とりあえず戻ります、おおしょ、戻ろう、なんだ、撤収、よいしょ、なんかね、あったりするんです、こうやって。ほら、なんだけど、これね、ほら、ふっかふかなの。全然ふかふか。タケノコじゃない、中身が入ってない。こんなのばっかり、さっきから。しょうがない。もう帰るか。なんでだろう、よいしょ、なんでないんだろう、よいしょ、はい、よいしょ、戻ってきました、よいしょ、こんな年ってあるんだ、あ、でもこうやってタケノコ掘った跡があるんですよね、で、あ、これ実がついてんじゃん、タケノコゲット掘ってないけど、ちょっと一個ゲットもらってこう、っていうことで、1時間ほどね、竹やぶの中をねさまよってみたんですが、見つかりませんでした。どなたかが掘って、そのまんま放置してあったようなタケノコが一個だけ、あとはなかった。マジか。しょうがないから、これを調理できるかな、これ。ちょっと小さいんだけど、ちょっと調理してみます。では、戻ります。はい、山菜採りの場所に着きました。ちょっと行ってみましょう。まずね、ここにね、山菜っていうかね、はい、これ、カラスノエンドウ。カラスノエンドウがね、すごくたくさん生えてますね。ここに、まだちっちゃいな。タラの芽、もう一回誰か取ってるね。タラの芽が出てます、はい、他にはタラの芽1個しかないな、でもあれ取っちゃったらちょっとなあ、また小さすぎたし、あ、そしてこれなんだろう、漆じゃないかな、これ違うかな、多分漆だと思うんだけどね、多分漆、違ってたら誰か教えてください、これ違うかな、漆かなと思ったんだけど、危ね、あっぶね穴に落っこった、境目か、森の境目にあるって聞いたんだよな、それではちょっと森の境目まで行ってみます、あ、つくしがね、結構この辺群生してるんだけど取りにくい、つくしももう終わり、
ちょっと枯れかかってる。あまりこういい状態ではないな。いっか。ね。ミス。さあ、足元を気をつけて帰りましょう。カラスノエンドウ、ここすごくたくさん生えてるんで、カラスノエンドウもちょっと取っていきます。よいしょ。カラスノエンドウゲット。もうちょっと取っていくか。すぐ食べ終わっちゃうから。はい、なんとかね、これセリもゲットしました。はい、ここはねベースのね裏側になるんですけど、実はここにね足束がね結構たくさん生えてるんですよ。なのでね足束も持っていきます。これね足束って足取ってもまた明日生えてくるから足束ってねなんか言われてるぐらい、なんか生命力がすごくね強いらしいですね。よいしょ。あ、ゼンマイあったけどでかい、超でかくなってる。これ全然、ま、あータラの芽あった、タラの芽発見。だいぶ大きくなっちゃってるけど、いやいや。そしたら、これ。よいしょ。あと、向こうの方にもあんね。よっ。取れるかな。よいしょ。よし。あっちにもあるな。取れるかな。いけるかな。あ、すごい大きくなってる。去年こんな大きいの取れなかったから、なんか超嬉しい。いや、すごいね。ここ、畑。借りてる畑のところにこんなにね、いや、去年もゼンマイいっぱい取ったんだけど、うん。あ、こう、こんなに大きいんじゃなくて、ほんとちっちゃいゼンマイだったから、あ、すごい嬉しい。あー！こんなところに、タラの芽、これちょっとちっちゃいな。ここ、これちょっと取っちゃおう。ここね。よし。タラの芽ゲット。よし。それでは、調理していこう。うん。これ、タラの芽。タラの芽はね、トゲがあるからね、気をつけてくださいね。セリ。明日は。つくしとカラスノエンド。つくしはね、袴を取って調理した方が美味しいんですけど、めんどくさいので、今日は袴取らないでこのまま調理しちゃいます。これがねカラスのエンドウですね。じゃあこんな感じで洗い終わりました。次これ拾ってきたタケノコ、これちっちゃいから大丈夫かな、食べるとこあんのかな。よいしょよいしょ。 あんまないなこりゃ、食べるとこないよ。だからこう捨ててあったんだろうな。これしかないよ。マジか。ここの悪いところも取って。いいでしょう。アク抜きしていきます。まずは用意したのが鍋、お鍋に、お水、まだ火つけてないです、お水が入ってます。そこに先ほどのタケノコを入れて、ぬか、ぬか、大きいタケノコだったらこの米ぬか、1カップぐらいですかね、1カップ2カップぐらいですかね、入れるんですけど、まあこれしかないからね、そんなにはいらないと思うんだけど、まあ一応ね
うん、あのたっぷり米ぬかあるんでたっぷり入れちゃいます。はい、ではこの状態で火にかけます。はい、火にかけました。それではね、このまま1時間ほどね煮ていきます。はい、タケノコですがね、今ねこんな状態でね、だいたい50分ぐらいね、煮てました。もういいかな、ちっちゃいからね。とりあえずこれで火止めます。はい、火止めました。これでしばらく置いておきます。はい、それではね、先ほど取ってきたこの野草たち、これは天ぷらにしていきます。それでは天ぷらの準備をしていきましょう。天ぷら粉はこれね、任せてこ、これで作っていきます。これ簡単なんですよ。これ業務スーパーで売ってるんだけど、粉とお水だけで結構サクサクにできるんで、これは本当に便利。ここにお水入れてきます。どんくらい？はい、それではこれで揚げていきます。大変です、ごま油しかない、どうしよう、うん、もったいないけどちょっとごま油で揚げていきます。サラダ油なかったっけ？はい、ないので、ごま油でやっていきます。すげえ、ごま油しかないってすげえな。明日場からつくしのかき揚げ、タラの芽揚げていきます。はい、じゃあ次はセリの天ぷら。はい、最後カラスのエンドウ。動画が長くなってしまったので、実食とわらびのアク抜きは次回お送りします。続きが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ベルボタンも忘れずに。他にツイッター、インスタグラムもやってますので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。ベースで小さなイベントを時々開催してます。そちらのお知らせは公式 LINE で配信してますので、気になる方はお友達登録してください。それでは次の動画でお会いしましょう。